ラットさんのブースに来ています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてこちらはとってもおしゃれなガーデニングですか？はいはい、これはガーデニングではなくて、はい、自家栽培で育てているレタスになります。野菜を育ててるんですね、はい、どうやって育ててるんですか？こちらはですね、はい、太陽光を使わずに LED の光を使って栽培するシステムになっておりまして、はい、水と溶液のみで育てることができるものになります。確かに土もないですもんね、はいはい。この LED は特殊なものなんですか？こちらの LED は植物を育成するために開発されました植物育成用の LED になっております。確かに赤い色ですとか白い色で普通の LED とはちょっと違いますもんね。はい。そうすると太陽光ではなくていいってことは一年中育てられるんですか？はい、そうですね、一年中室内で育てることができます。こちらはどれぐらいの周期で育てられるんですか？こちらは約20日間で収穫できるようになっております。ただ育てるのって結構手間もかかって大変ですよね。それがなんと、ここの育苗エリアに種を一旦まいていただいて、そこに発芽しましたらそれをこちらに移すのみで、その他は全部全自動で栽培ができるんです。あ、そうなんですか、はい、溶液がこう足りなくなったら自動でこのシステムが供給してくれるようになっております。それはこう栽培初心者の方でも安心して育てられるんですね、はい、本当にもう簡単に、手間がかからずにここまで育てることができます。うん、全自動で無農薬の野菜が栽培できるというのは業界としても本当に画期的ですよね、はい、しかもこの成長の過程も目で見られるっていうのはいいですね。そうですね、はい、やっぱり癒し効果などもありますし、あとはまあインテリアとしてもとてもおすすめです。確かにスペースもそこまで取らないですし、はい、インテリアっていうのはすごく分かりますね、はい、これからどういったこう業界を目指してサラダボールは、はい、こちらはレストランですとか、まあ、食堂ですとか、あとは福祉施設など、はい、まあ、あらゆる場所に、とっても薄型なのですぐ設置していただいてすぐ栽培することができますので、まあ、レストランにも限らずあらゆる業界のところ方に導入を目指しております。簡単にこう安心して野菜を栽培できるということなんですね、はいはい。今後はどういうふうにこの製品を展開していきたいとお考えですか？はい、こちらは誰でも簡単にこのように栽培することができますので、日本のレストランだけではなく世界のレストランにも展開をしたいと思っております。本当に、はい、このサラダボウルで安心安全な水耕栽培というのが身近に感じられるようになりますよね。はい、皆さんに新鮮な野菜を楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。